はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。プロジェクトクロスゾーン、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずワルキューレですね。ワルキューレはダンテ組に入れました。じゃあこのまま次14話進んでいきたいと思います。なるほど、ここからサイバースペースへということでございますか。そういうこと前も頼んだけど、そこからザ・ワールドに抜けようと思ってるのよ。過去の地球にあるネットゲームですね。私の龍騎1号が放置してあるのよ、そこに。オートロックに防弾処理もしてあるから車上荒らしの心配はないと思うけど、万が一のことがあったらと思うと体が熱くなってくるのね。にわかにどういう状態なのよ。博士の状態がどうであれ、俺たちはサイバースペースからザ・ワールドに戻りたいのさ。ザ・ワールドの方に直接転送いたしましょうか。なんだと、そんなことができるのか。前回皆様がサイバースペースから転移された時のデータをこっそり取ってあります。わあ、気が利くな。こっそりというのは気を利かせていることになるんでしょうか。結果的には助かっているがね。ついでにシルフィー、物は相談なんだが。何でございましょう。正義のため、宇宙の平穏のため、共に戦ってくれないか。結構器用に戦っちょったじゃろ。フラッシュコンボ的なこととか。お申し出は非常にありがたいのですが、私は商売に携わるものです。すべてのお客様のため、特定のお客様に加担するわけにはまいりません。それが信用を生むのです、シルフィーさん。それにライドアーマーの納品などもございまして、なかなか自由に動けないのです。なるほど、客は俺たちだけじゃないってことか。すまなかったシルフィー、客としてザ・ワールドへの転送を頼めるか。お安い御用でございます。こちらは無料でやらせていただきます。片付けない。どないしたんや先生。いや、ただより高いものはないって言葉を思い出しちゃって、ははは。弁護士先生というのも因果な商売だな。だってライトアーマーってさ、完全敵に売ってるものだろ。おい、バシュロン、どうなってんだよ。俺に言うな、来ちまったもんはしょうがないだろう。スクエアガーデンからまたこんなところに。この前はザ・ワールドの水の町だっけ。ここはどこなんだよ。ここもザ・ワールドなのかな。過去の地球にあったゲームの世界か。感覚は少し似てるがな。あそこはもっとちゃんとした町とかだっただろう。聖堂みたいなものもあったしよ。でもここは綺麗、星空みたいだよね。クォーツの鉱山を思い出すな。チンベルちゃん、ロマンチックはほどほどにな。今はどうやって戻るかだ。置きっぱなしになってるこのバカでかい車、使えねえの。なんとか入れないか試してみたが、どこもロックが硬くてな。なんだよまどろっこしいな。鍵穴に銃弾ぶち込めよ。もうやった。ちょっと二人とも、持ち主の人が来たら困るでしょう。ここから出るために助けてもらうことになるかもしれないのに。それはその時になったら考えればよし。 PMF たるもの、臨機応変にな。車が使えねえなら自分の足で行くしかないか。問題はあの赤いバリアみたいなやつだな。解除する方法があれば先に進めるんだけど、装置の近くにいる丸いやつが怪しいな。あいつが装置を守ってるんじゃねえのか。だったら試してやるさ。バシロン、リンベル、やるぜ。わかったわゼファ。仕方ねえ、チームバシロン、行動開始していきますか。お、まずはこいつらで戦闘か。バグクイーンアルファを倒し、通路を塞ぐバリアを解除する。ほいほいほい、こいつね、バグクイーンアルファ。4323、あんまり強くないな。雑魚敵も一応いるのか。頑張る。まあそのまま突き進んでいきましょう。こいつらは射程1だな。行くぜ。もう一ターン、あ、いけるか。運命の銃声が。さて、4000か。ガードをまず崩そう。どうだ ?54 か。13レベル。いて、カウンター食らった。
攻撃してきたな。マジで切れたからさ。行くぜ。つけ抜けろ。狙い撃ちだ。全然満たされた感じがしないぜ。物足りないって感じてる自分が怖いよ。おお、バリア解除。よし、バリアが消えたぜ。予感的中、さすがは俺様。調子いいんだから。でもこれで先に進めそうだね。あれ、向こうで何か光った。おお、来たー。ほほ、これがザ・ワールド。なんとも綺麗なところじゃのう。なんだここは。シルフィ、なんか間違った。すごくキラキラした場所に出たけど、どこかの地下か。この感覚、サイバースペースには間違いない。転送する座標が違ったのかもしれない。あのアマ、いい加減な仕事しよって。今度会ったら服をひっぺ返しちゃる。データ形式からザ・ワールドであることに間違いはないようです。マジかよ、見たことねえぞこんなマップ。ただし、使用外のデータが多数確認できます。この空間自体が想定されたものではないと考えられます。つまりどういうことだろう。本来、行くべきだった道を外れ、裏道に迷い込んだといったところか。バグって、ポリゴンの裏に抜けちゃったみたいなことかも。バグ空間を無理やり進んだら、急にエンディングになったりしかねんの。ん？ちょっと見てあれ。あ、あれは。あの毒々しい赤、間違いないよ。巨大な亀。私の龍騎1号、こんなところに。あの商売人の姉ちゃん、ちゃんと車のある場所に送ってくれたんやな。車両の場所の方がずれていたということか。待て、誰かいる。なんだ、ゾロゾロと来やがったぞ。人が来てくれてよかった。助けを求めようよ。おい、あんたら。ん？おい、あいつら、少し前にマクアヌに来てた連中じゃねえか。本当だ、バシュロンさんたちだ。カイト、それによく見たら他の連中も。知り合いか。前の事件で一緒になったレオン、お前よりも未来の時間軸の人間たちだ。これ結構距離離れてるよね。話してるけど普通に。俺と同じ便利屋だ。その辺の奴らより腕は立つ連中さ。 PMF だ、プライベートミリタリーファームス。うさんくさ、マジ大丈夫なの。一人スケベ男がいるけど、あとの二人はいい子よ。スケベ男、いけないと思います。いやらしい。うおーい、チュンリー君。お兄さんのイメージを不当に損ねないように。だがしかし、新たなグレネードたちに対しては真剣に向き合わざるを得ない。何のことなんですか？先生や博士は知らなくていいの。知っても得することはないから。バシュロン、初めて会う人に私たちの名前を知ってもらうのが先でしょう。私はリーンベルです。あとはゼファーとバシュロン。よろしくな。早速だけどさ、助けてくれよ。迷い込んじまったんだ。すいません。私たちもここがどこなのかわからないのです。なんだ、みんな迷子なのか。どうすりゃいいんだ。なんちゅうことじゃ。時の異邦人が増えただけとはの。だが、車両が回収できるというのは大きい。まずは確保しよう。このでかい車、あんたらのだったのかよ。シンラの車両だ。俺たちはそれを回収しに来たんだ。ここは予想とは違う場所だけどね。車両を回収して今後の動きを決めましょう。とにかくあなたたちも来なさい。ヒノキ風呂に化粧台なんかも完備しているから。かなりお風呂にお化粧。他にも変わったものが数多く積んである車だ。俺が若い頃に流行った体感ゲームもあったな。ニョホー、話には聞いとったが、そりゃ楽しみじゃのう。360度回るやつがすごいんだぜ。俺も興味が出てきたぜ。よし、とにかくそっちに行く。データの異常増大を確認。適正体の転送が予想されます。簡単にはいかんか。おお、こいつらはグノーシスじゃないか。なんだ、ゴーストか。こいつはグノーシス。我々の時代の敵だ。つまり。ふん、ここは現代ではなく未来の時間軸とつながっているということか。電脳空間は相変わらず安定していないようだな。あの車がこのバグマグな空間に飛ばされたのも関係があるかもしれません。何が起こるかわからん。早いとこ車両を回収して脱出するべきだな。ほな、コスモス、パーッと頼むで。了解、ヒルベルトエフェクトを展開。グノーシスを固着します。ヒルベルトエフェクト。今の光は？グノーシスを倒すための儀式みたいなもんだ。
これで触れるようになる。なんだかわからんが、殴れるならそれでいいさ。よし、強行突入だ。グノーシスを退け、車両の安全を確保するぞ。赤いバリアは装置の近くにいる丸いやつを倒しなよ。それで開くぜ。わかったわ。私たちがそっちに行くまで無茶はしないでよ。チームバシロンを甘く見てもらっちゃ困るぜ。いつだって3人でやってきた。そうだね、これまでも、そしてこれからも。14話、運命の共振。宝箱的なのはあんのかな。ちょっとユニットの配置、あれ、これ全員いなくね。ダンテとかいないよね。だってなんか別のところに出てんのか。そういうわけでもない。あれ、ダンテよ、どこに行った。ちょっと待って、あれ黒くなってる。こいつらも黒い。ニュー、これは何、勝手にあれなのかな。出撃ユニット切り替え。オッケーオッケーオッケー。ちょっとね、ダンテ出したいから、モリガンチームちょっといんない気がするんだよね。出撃数は10分の10か、そういうことか。で、こう、オッケー。あとは、ここら辺はどうしようかな。三島、ヤクザもちょっと使いづらいしな。これでいいか。よし。OK。そうか、敵ターンだったか。味方のターンで終わらせた方が良かったな。まずは、近いやつから。あいつを倒さないと話にならん。はい。負けるぜ。戦いか。行くぞ。こいつどうしよう。一応向かいながら行くか。これ何？特に何でもないか。お、こいつ射程3ある。ゼファーの教育。一応ブロックはちょっとあるから。一発だ。こいつはなんでフライパンなんだ。ああ、経験値ゼロ。毒になっただけだ、結局。調査開始だ。防御しとこう。あれ、あいつアホ。反撃。ゴーレム。4500か。怖がっちゃダメ。でも私だって TMF だから爆発いける。ペッパー、こいつ終わりよ。なんだって武器になるんだから。いやー、これでどんだけ。抜けろ、俺は当たるだけ。あれ、これのタイミングでね、掴めないな。いや、技使っちゃおう。150あるし。仕掛けるぜ。いいとこ見せてみろよ。ひらりとコース。とみな、打ち分けるぜ。それはおとりだ。本命はこいつ。確実に殺すなら砲弾に向けて2発だ。いかんいかん、敵が札束に見えた。敵が札束に見えたって。これを破壊しよう。まずはできれば今のお気持ちをお聞かせください。一ターンで倒したいからな。成功する予感がします。アレックス、重大機ファイヤーラッシュアタック、ヘビーボム撃ってみたいと思います。10フィニッシュ。ホリア、ここだ。ちょっと遅かった。まあこいつらなら一発だな。13。あ、これあれか、装置か。本当だ、バリアが消えた。このまま南下しバシュランさんたちを援護しましょう。急げ。操作開始だ。機動力あるやつはやっぱり出してった方がいいな。やるか。
でもこれまだ全然敵が出てきてないからな。この後もっていうか、まず毒を直そう。でなるべく射程さんからブロックを解除してから、オーケー。クリスと三島一家がちょっと移動力ない。コスモスも移動力ないんだっけ。あれ、あんなとこに敵いたの。罠関係なく来んなこいつら。わかったわ。いいだろう。行くぞ。これ右の方にも部隊分けた方がいいのかな。ちょっとこっちを見るか。そういうわけでもなさそうだけど、一応敵は全員倒さないといけなければめんどくさいからな。仕留める。ほい、ブロックなしというか気絶してるからブロックがないのか。先生どこかで見てて。勝利自体、これはちょっと増援を覚悟しておいた方がいいな。みんな見てて、行きます。爆発いける。終わりよ。晩御飯大盛りで許して。これでどう。晩御飯すべき。そこだ。レコーラーまたぞ。聞けろ。スケルケロ。ほらほら。倒せん。さらばだ。よく言えば黒男のみ。あれ、あっちのやつを狙ったつもりだったのに。準備完了しています。行くぞ。わかりました。わ、コスモスも移動力4だな。どうするかな。一応右の方にも派遣しておくべきか。明らかにこれだけだと敵少ないからな。絶対増援出るでしょう。一応ストライダーこっちの方に派遣しとこう。で、ここで迎え撃つ。調査するよ。コスモスは下、チュンリーも移動力要員の下で、ダンテとかは右。行くぞ。こいつを右に行くか。さて、こっから狙えるやつはいるかな。まずはこいつを狙う。ゼファーの。ここは私が頑張らなきゃ。ドカン。そこ。やっ、撃つべし撃つべし。何だって武器になるんだから。狙い撃ち。晩御飯抜き。切るぜ。そこだ。ほらほら。なんだよ、地味な攻撃。おお、14レベル。渋いと。サイバースペースのデータが乱れている。何か来るぞ。ほらね、またもやグノーシスなのでしょうか。おー、こっちに来たか。これは誰だ。あー、ソロ。今度はロボットに。他は人間か。あれは犯罪超人。強化改造を施された悪党どもさ。キャプテンの敵ってことはこいつらも未来から。暗殺者ソロか。抹殺対象ストライダー飛竜。情報通りだ。今情報通りと言ったか。どういうこと。指名手配でもされているのかしら。監視されている可能性はあるんじゃないのか。何をやらかしたんだあんたら。悪党にとって都合の悪いことさ。貴様らの戦力はもはや無視できない。集めたくて集めているわけじゃない、成り行きだ。面倒な連中に目をつけられたな。さっさと片付けて脱出するぞ。一応こっちのターンにはなってるから。おお、これって何。あれ、これ宝箱なの。ちょっと待って、そうするとこれ宝箱だぞ。これもこっちの方にはないから。マジか、行くか。じゃあ行くわよ。チュンリー姉ちゃん
攻撃ができない。調査開始だ。右にストライダー飛竜さえいれば分かったわ。なんとかなるかな。こいつも射程3で攻撃できるから。弾薬は大丈夫なの？こいつは雑魚だな。3800しかない。ロケットランチャー一発でガードを外せるな。ロケットランチャーで決める。とどめだ。とどめだ。あ、こいつはレベル低いからようやく12。クイックアタック。行くぞ。ロックマン。ロックマンさ、射程3あってもよくないか。行くぞ。ストライダー飛竜って全体攻撃あったっけ。持ってないな、これは。じゃあちょっとこの端で12000はこっちか。ブロックを外せば、こいつらはもう楽だな。雑魚が。おお、14レベル。あとどうすかな。ダンテをこっちに送るか。でこいつらちょっと下の方に。コスモスも下でいいや。これ以上は出てこないかな。こっちの。ほうの構え、タッチ、ビッツ、ユーモンチュ、ほうの構え、タッチ、ビッツ、ヤーガ、ヤッ。アクセルさん、ちょっと暴れすぎじゃない？アクセルは何もしてないぞ。おお、これさ、倒してもさ、毒になるっていうところをちょっとな。経験値のありふりはどうなってんだ。2人で共通だよ、ハセオ。クイック連撃習得可能になったってことはスキルだな。うおー、また毒だ。承知した。消す。来るね。消す。これはクリスチームで一回全体攻撃をかけるか。いや、反撃で倒すのもやっぱ効率いいな。 SP 回復を持たせたからな、こいつに。これを中心に鍛えよう、やっぱり。これと必殺技を並行して鍛えていこう。スペース観測機がピリピリ反応しています。何か来るものと思われます。おいおい、どうなってるんだこの空間は。パーティー会場にしちゃ狭いと思うがな。ここに来るか。これはティーロス。ここか。確かにいるな。コスモス、ティーロス。コスモスと同型のアンドロイドか。追ってきたらしいな。む、前に地下墓地で会った時一緒にいたやつはいないのか。いたね、でっかいロボットみたいなの。そうよ、あなたと一緒にいた黒い顔つきは。は、私が知ったことか。元の世界に戻る方法がどうとか言ってたけど興味はない。元の世界に戻る方法。私の興味はコスモスだけだ。ポイントは情報通り、あとは目的を果たす。情報通りじゃと。ティーロス、貴様も犯罪超人とつるんでおるのか。ふん、そんな連中と群れはしないわ。独自のルートから俺たちの情報を。ブラックリストでも作られたのか。調べた方がいいわね。もしくはテロテロから聞き出すか。だけど素直に喋るとも思えんがな。何をガタガタ言っている。コスモス、ここで決着をつけてやるわ。悪い予感がする。早めに決着をつけ、ここを立ち去るべきだ。了解です。ホツマ、戦闘を開始します。さて、あれあいつアホー。いいわ、これは全体攻撃か。まとめて消えろ。うわ、めっちゃ食らった。うお、1万とかマジかよ。
やってくれるじゃ。奴は早急に排除しよう。まずは必殺技を使って。後半息切れしちゃった。で、雑魚を倒しつつ XP を貯めると。やっぱり威力の高いやつを上げてった方が、まあ、効率はいいと思うからね。 SP 回復させるか。カメラはまだ回ってます。捕らえろ。ハリウッド知らぬ胃の方、銃の方、発祥への奇跡。勝利者インタビューです。ティーロスを気絶させるっていうのも一つ手だけど、こちらの気絶耐性とかがいまいち分かんないからな。まだ体力は残ってる。一層つばめ返し、コランシュ。一層つばめ返し、コランシュ。さすがドットハッカーズの。おお、またなんか来んのか。来たね。これはババか。続々と。ここがそうか。そこにいるな X。ババ、お前もここに。情報は正しかったか。もう逃げられんぞ。こいつも俺たちの情報どうなってる。ふん、そんなことはどうでもいい。ここで新兵器の実験台になってもらうぞ。新兵器、確かになんか強そうなのに乗ってる。ようやく完成したんでな。随分と吹っかけられたが、情報量も含めてだ。この際構わん。最新型ライドアーマー、ブラウンベアで今までの恨みを晴らさせてもらうぞ。ライドアーマー、つい最近というかさっき聞いたような。情報量も含めてじゃと。ババよ、お主が情報を買った相手というのはシルフィーか。だったらどうした。もしかして犯罪超人やティロスの情報を取ってみんな同じ。確かに全てのお客様の言葉に偽りはなしね。あのアマ、とんだ八方美人じゃん。今度会ったらとってもエッチな目に合わせてくれる。何をする気だお前は。ふう、仕方ないわね。敵を全滅させて早々に撤退すべきよ。そうはいかん。この好機逃すわけにはいかないんでな。俺もお前を逃がしはしない。ここで決着をつけよう、ババ。そうだ、そうでなくてはな、X。俺だけが。おお、ガンガン来るね。まずはボスキャラを効率よく排除していかなきゃいけないんで、一旦ここら辺を使って。でヒットポイントを回復させよう。50% のものがあるから、これとこれとこれと、あとは大丈夫か。で、必殺技の強いやつって誰だ。これちょっと後ろから狙おう。ブロックはあり。攻撃大成功です。キュー、ジャイーン。捕らえろ。まだまだ。捕えろ。レーダー。ハリウッド。捕えろ。この方にしか乗れない決勝への奇跡。どうだこの。おーし、クリティカル。キュートのヒップにズキドキ。ブキッドはお仕置きだぞ。ご主人様、タフだな。半分減らせられなかったか。後ろからでこれだからな。しまった。反撃でこれ使ってくるのか。おお、死ぬ。マジで死ぬ。これをいっぱい使おう。ほいほい。なくなった。まあ、どうせこれはすぐ買えるからね。3と。よし。あと、なんとなく 10% 全員に使って。宝箱は、サクッと開けよう、サクッと。オープン。オレンジ組。まあいいか。で、
して敵を倒しつつ、伝説の負け、少し騒がしくなりますよ。やっ、ビノ、あちゃん、舞い上がります。ガスト、ノッチ、みんなお手伝いありがとう。見ないで。いや、こっちだ。こいつを食らいな。邪魔をするな。あ、そう、これ威力 B か。まあいいや、倒せるし。これで 85%。 X 後ろから行くか。ライジング、了解、ミッション開始だ。燃えろ、ファイヤー、爆破する。キャプテンファイヤー、キーボー、パワーグローブ、フルパワーだ。キャプテン、これだ。任務完了。よし、これで100溜まったから。この敵の特殊武器は使えないか。ああ、負けられない理由は。ハイパーダッシュ。よし、向こうも 100% 溜まってんな。コスモス、頼んだぞ。みんなお願いしますね。刺さって、鬼神山買って。あ、これでも気絶すれば反撃されないんじゃないか。気絶しろー。気絶し、おし、気絶した。さらに地面ギリギリ。もう一回か。でも気絶してるっしょ。よしよしよし。できれば必殺技を使わないで倒したい気がするな。俺たちだな。高い枠開けとこう。見つけたチョコレート。チョコレートってなんだっけ。リンゴよりは良さそうな気がするな。マヨちゃん、やってみよう。頼むぞ。こいつのブロック解除力マジすげえな。逆転させる。いきなり今週一層つばめ返し。毎回これくらい。よし、 SP 回復もちょっと使っとくか。ほいほいほいと。で、あとこいつらか。わかったわ。こいつを倒すか。コンビニ。まずは出鼻をくじかないと。逃がさん、そこだ。車線が通った。集中させる。蹴り抜く。燃えろ。よし。ロケットランチャーで決める。これ気絶耐性じゃなくて気絶属性があるのか。その隙逃しはしない。けろ。切る。走れ、やいも。結局援護だけで倒したな。なかなかいい動きだったぞ。あれ、援護だけで倒すと、あ、止まってる。 104%。 よし、ロボットはぶん殴って倒す。一気に決めちゃうんだから。相手になってやろう。これはね、気絶してるとダメージがめっちゃ当たるんですよね。あ、これいけんじゃないか、技使わないで。 OK OK、 気絶してたのでかいな。いやー、そう考えるとやっぱり属性技も上げるべきだな。結局全部上げろって感じじゃん。くっ、この程度の戦力では無理か。ティロス、今我々が争う必要はありません。引いてください。今こういう状態だからだ。何が起こるかわからんこそ急ぐ必要がある。コスモスに何をするつもりか知らないが、降りかかる火の粉を払わせてもらうぞ。ち、調子に乗るな。だが力負けしているのは事実か。もっと戦力が必要となると、やつを利用するのが手か。結局組むんかい。やれやれ、敵に回るとおっかない女だな。ティーロスは一途なのです。たとえそれが仮初めだとしても。コスモス、オーケーだよ。あとはこいつらが来るからな。139まで溜まってるんで、一回必殺技をぶちかましとくか。仕留める。
くれるの夏。同じ忍者なのに崩しがあれば反撃は確か受けないはずなんですよね。できれば崩したいな。当たんなくなかった。最後はこれで決めるよ。おし、ピョッた。てかあいつでピョッたか。あ、ちょっと早かったかな。ラグナロク、おお、大丈夫か。てか倒せんなこれ。いや、こいつの強さ半端ねえわ。もう毎回毎回感激する、こいつの強さには。ストライダー比喩27,000 異常だろ。損傷率限界値をオーバー、戦闘の続行は不能。ソロ、貴様の目的は俺たちの抹殺だけか。それだけではあるまい。他にどんな情報を得た。撤退する。何かあるのか、飛竜。嫌な予感がするだけだ。確かにババにしてもサイバースペースでの活動が多い気がする。ここには何かあるということじゃな。電脳空間か。じっくり調べる時間と設備があればいいんだが。俺か。でもあと残すはババ部隊だけか。宝箱の回収がな、ちょこっとめんどくさいんだけど。まず飛竜で届くか。お、届く届く。こいつか。鬼歯車体験。これは飛竜組に、あ、そうか、こいつがいるんだった。横から行こう。どっちが横だこれ。こっちか。伝説の魔剣、頼むよ。壁崩し。太陽の鳥よ、ワギャコプターガストフノッチ、乙女の騎士のビッグの術。ほい、終わりましたね。作戦通りに。私かな。やっぱりね、移動力は重要だな本当に。こっちだと合流させよう。始めましょう。どけ。リポートします。少し下がるか。そうすると俺様で、ストライダー飛竜に遠くの宝箱は取ってもらうことにしよう。ここの戦闘はこいつらに任せる。もう一ターンおびき寄せれば十分でしょう。こいつらの、おお、ちゃんと見れるね。ババの射程は、あー大丈夫だね。よし、ってことはもう少しこいつらが寄って始めましょう。一歩も重要だからな。これで大丈夫だ。でロックマンでこいつを殺す。頼むぞキャプテン。これだ、この戦闘データ。 OK。 で、あと左の部隊が戦っている間に宿命か。ストライダー飛竜が宝箱の回収に向かうと。完璧だ。じゃあこのターンはもういいや。行くぜ。うんうん、来るんだな。あれ、なんかこっち来たぞ。これ一回範囲必殺技みたいなの打ってもいいんじゃないか。こいつあるっしょ。96% しかないから打てねえのか。マジか。これ XP をさ、回復というか増やすアイテムはないのかな。一人こいつをぶっ倒す必要がある。ライドアーマーは硬そうだな。ブロック値がかなり高い。これさ、最終的にはさ、ブロック値マックスのやつが出てくるんじゃねえの。超痛そう。これで殴ってたり蹴ったりするの、拳が砕けちゃうよ。当然の結果に過ぎ。OK。
で、範囲必殺であれば、あれこいつ範囲必殺なかったっけ。ちょっと解除。コスモスは、あ、チュンリーはね絶対ある。行くぞ。あるね。ほい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 。4体か。まとめていくよ。まとめて踏んであげるわ。あなたたちも終わりよ。失礼、全空客。もう少し蹴られても降参する。で、ネット君は倒したか。はい、一応進めるだけ進んでおこう。行くぞ。で、こっからまたちょっとメーターためをやんないといけないんで、スペースリポーター、こいつを倒すか。オパオパの涙、ウェアウルフ、レーザービーム、フラッシュアタック。おにぎりおいしい。チャンネルはそのまま。10、ギターで勝負。トヤ、この方に資格はない。一生への奇跡。この方に資格はない。一生への奇跡。10の方、一生への奇跡。いいよし、78%。すごい勢いでやっつけました。で、さらにこのライトアーマーを後ろからぶん殴って、運命。後方支援は慣れてるの。ドカン、いける。バンバン撃つの。気持ちを強く持って。お、これブロック外せるか。フライパンだって武器になる。フライパン頼むぞ。ダメだ、外せない。よし、とりあえず 100% 溜まったから、普通の攻撃でいくか。そうするとできれば援護をつけよう。 OK。 ちょっと獰猛なプチグソだと思えば、まずはこれでブロック外す。さすが、頼むぞ。で、あとは気絶させることができればでかいんだけどな。そうはいかないか。この気絶ってどういう判定。5000だったら殺せないか。お、殺せんな。 OKOK。 悪名の腕輪ならパワー全開。ほらね、頼れる迷いちゃんでしょ。いやー、迷いちゃんマジ強い。ガードの崩し、お、なんだ、ベアブラウンが壊れただけだ。だがベアブラウン、ベアブラウンじゃねえ、ブラウンベア。さすがは武器商人シルフィ、仕事は確実だな。動じてはおらぬか。自慢のマッスインは壊れてしまったというのにの。データさえあれば何度でも作り直せる、そういうものだなあ X0。 何？何が言いたいババア。さあな、本番はこれからだ X。 おい、そういうことかい。気絶させたいな。そうするとこいつブロックが中国4000年のあれこれ見せるよ。行きますか。英雄の効果に死ぬ。百裂拳、拳銃プリン。これが最大の機能賞。もう誰も傷つけさせない。先天突破。やめろ。ダブルブレード、クロスインパクト。気を失えばだ。ダブルブレード当たって。ガノン、おーし、気絶した。お前はその場で寝てるんだな。よし、気絶は使える。ボスにも効くっていうのが分かったから反撃しとこう。このライドアーマーはこのまま負けた。で、こいつはぶっ倒す方向でいくから攻撃だな。ひたすら XP を貯める。もう誰も傷つけさせない。これからバッハシャットダウン。てか倒せねえし。やはりライドアーマー硬いか。こいつが12レベル、13レベル、基本12か13か。こいつはレベル高いよな。
14だもんな。まあ、こいつでいくか。後ろを取れるんで。緊急リポートです。ファンタジーゾーン、アルサードピースト、レーザービーム、フラッシュアタック、おにぎりおいしい、テンションブラスター、銃、ギターで勝負、フォイヤー、スーパー、スター。あー、これでもヒットポイント高いからな。もう一回気絶するのかな。これ反撃する？してきたね。おお、やばいやばいやばい、やべやべ、なんてこった、めっちゃ気絶した。直そう。ほいほい、封印も直す。で、チョコレート、チョコレート 50% 回復すんな。で、ストライダー飛竜はちょっと宝箱要員。こいつは少しな、レベル低い気がするから。メット君を倒して。吸着地雷、味わいな、誰を見せてやるか。力でやつを。こいつを食らえ。さすがメット。ブロック率は高いな。ロケットランチャーで決める。発射。抵抗しないで。はっ。とどめだ。ただブロックさえ解ければ。いいだろう。でもな、これ倒しちゃうと敵の EP が上がっちゃうから、悩ましいな。いくつだっけ。35,000か。任せて。減らせられるか。バーバ気絶、気絶してくれればな、全く問題ないんだけどな。頼むぞ。意義あり。これで解決だ。うん、決めようよ。意義あり。一目散。気絶しろ。よし、気絶した。さらに。ここで畳みかけるのありだ。よし。結構削ったと思うけど。オーケー、これで、あとライドアーマーをぶっ倒して。ここは援護しちゃいます。召喚。ユニオンバトル作戦。XP を上げよう。微信感。入れますよ。キャレイ。もう誰も傷つけさせない。ダメだからば。シャットダウン。112。これいけんじゃないか。誰で倒すか。チュンリーが13レベル、こいつらが12レベル。横からいけるな。14,000だったら必殺技ありで倒せんだろう。ただじゃ済まさないんだから。気絶してる時ってそうだよな、ガード来ないよな。あれ、 XP100 溜まってなかった。まあいっか。どうだ、これで溜まるか。溜まってくれ。溜まらないか。96。ま、しょうがない。カウンター、痛い。しかし終わりだ。現行犯だ。逮捕する。こいつが当たれば終わりだ。なかなかの強敵だったよ。まさかライドアーマーを脱いで生身で戦闘してくるとは。チェ、ここまでか。まあいい、また会うぞ X。 ババ待て。待てと言われて待つバカがどこにいる。ずいぶんあっさりと引き上げたな。あれだけ X に執着していたババが不自然だな。不自然なことには理由がある。ここに来た目的が別にあった。使用外のバグ面に何があるってんだ。じゃあ、あとは宝箱を回収してあのメット君を倒せばこのステージは終わりっすね。とりあえず防御と。クリスで倒そう。いけっかな。届かねえし。
しょうがない。X もちょっとレベル低いか。発見。万能そうだ。ライジングファイヤーと悪を滅ぼす。それが使命だ。俺が合わせる。先に言う。正義の炎だ。ミスルハート。キャプテンファイヤー。ジェット。最大出力で決着をつける。ゼロブラスター。ゼットセイバー。正義を勝つと。ゼロブラスター。ゼットセイバー。これで決める。イレギュラーはどうして生まれるのか。オーケー。ステージクリア。最近少し、まあ、戦略と言えるかどうかは分かんないけど、考えて行動できるようになってきたな。少しずつ慣れてきた。龍騎1号、無事に戻ってきてよかった。いろいろあったけど。車上荒らしとかに会わなくてよかったじゃん。それおめえらだろ。運がいいな。まったくよ、最悪の場合、周囲を火の海にする防犯装置が働くところだから、容赦なく。あっぶな。だが、これだけ敵が出てくるんだったら、その防犯装置起動させてもよかったかもな。あ、全くひどい目にあった。シルフィーのやつめ、敵にも味方にも公平すぎるじゃろう。シルフィーに敵とか味方っていう多分概念はないんだよ。みんなお客様だから。まあ車両のあるところには転送してくれたんだ。軽いお仕置きだけでいいだろう。軽いっていうことはあれか、お仕置き自体はするんだね。お前らにそんな権利はあんのか。そういう楽しいことは後で相談するとして、これからどうするの。また他の敵がやってきても面倒だ。さっさと離れるべきだと思うが。誠に非常に正論です。果たしてここからログアウトはできるのでしょうか。ここはバグってるからな。もっとまともなフィールドでやるべきだろう。ルートタウンのマクアヌカ大聖堂あたりに移動した方がいいね。カイト、転送を頼めるかい。やってみます。はい、じゃあ車両に乗ってちょうだい。みんなゼファーさんたちも一緒でいいのですか。迷い込んだというお話でしたが、そもそもどうやってここに来たんだ。私たちが活動しているバーゼルにスクエアガーデンという場所があるんですけど、そこに金色の鎖が生えてきたんだ。それを調べてたんだけどさ、どういうわけかザ・ワールドに来ちまうんだよな。金色の鎖？バーゼルにもなの？知ってんのか。様々な世界、様々な時間に同じものが現れている。鎖がある場所では不可解なことが起こる。俺たちはそれを追っているんだ。未来の地球、バーゼルにも行かなければならないな。それだったら俺たちもついていくぜ。バーゼルに戻れたら道案内はしてやるよ。その時は頼む。よし、もう少し安定した空間に抜けるぞ。乗り込め。てかさ、これのエネルギーは大丈夫なの？エンジン的な。何で動いてんのか知らないけど。まあ、今回仲間になったのは前にプロローグで出てきたやつだから、配置だけ見とくか。ダブルユニットの、あ、違う、もうトリプルになってんのか、こいつら3人で。はい、というところで、じゃあ第14話はこれで終了したいと思います。